はい、どうもこんにちは、ピアスのいいですね。今回ですね、テストサーバーにて新ハンターバイオリニストが実装されたので、このハンターで遊んでいこうかなと思います。さあ、こんな感じの見た目です。はい、かっこいい。もうね、もうホラー系のハンター大好きなんだよね。あ、もう早速演奏してるわ。髪使うんだね。手は使わないんだ。まあ、こんな感じの見た目となっております。攻撃モーションがこんな感じ。まあ、手は使わないね。で、まあ、まあ、軽く紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、このハンターツイッター上の皆さんの反応はめちゃめちゃ強いと噂になってます。俺も見た時マジで強いなと思ったので、まあ、ハンター陣の皆さん期待してもいいんじゃないでしょうか。まあ、ただしめっちゃ難しい。まあ、それもね、能力を説明していくんですけど、まず存在感ゼロの時から音をね飛ばせます。まあ、バイオリニストのだけあって、まあ、こんな感じで届く距離は、まあ、こっからあそこの窓ぐらいの距離感で届きますね。まあ、こうやって出して、この出した後5秒以内にもう一個出せます。この5秒以内に出してスキルが発動すると。で、今バチンってなったと思うんだけど、このバチンってなった時にここにサバイバーがいると、あの1ダメージ当たります。で、中残ってるこのビロビロ、このビロビロに当たるとサバイバーがいろんなデバフを受けますね。んで、このデバフが何なのかって言ったら、移動スピードと回復と解読の3つが効率が下がると。で、まず移動スピードからなんだけど、移動スピードは最大で3段階下がるんよ。下がるんよ。下がって、移動スピードはまず 4% ダウンします。4% ダウンして、次が 8% ダウン。で、3段階目が 12% ダウンします。で、解読と回復は一緒で、最初が 15% ダウン。で、次が 30% ダウン。次が、50% ダウンと。っていった感じになってますね。こうやって出して、あ、惜しい。こうやってね、設置する時間があるからね、結構考えて出さなきゃ当たんないかな。っていう感じの能力ですね。で、あのビロビロ連続で行ったり来たりしても、なんか5秒間の間は行ったり来たりしても、なんかあんまり重複はしないらしいですね。まあ、こうやって殴っていくか。おいと。で、縛いて縛いて、こんな感じで殴るとね、演奏する音が鳴るっていうね。で、まあ、追いついていきますか。移動スピードはこんな感じだから、まあ、そんなに言うほど早いのかな。でも遅くもねえなって感じだな。難しい。この辺は比べてみなきゃわかんない。しかも俺がちょっと今ピンがね、めちゃめちゃ重いので、その辺はこうやって出すと、あ、惜しい。こうやってね、ドンピシャで出したと思っても結構ね、サバイバーとの距離感を測るのがマジで難しいから、2個目の魂は自分の近くに出す方が強いかもね。で、こうしましたら、存在感が溜まったと。で、存在感溜まったら何ができるかって言ったら、演奏モードというものに入ります。押すよ。演奏モードこれ14秒間なんだけど、これ攻撃ボタンを押すと、連続でね、なんか、ボールを出します。で、これ当たるとなんかバチバチ言ってると思うんだけど、これで音のデバフ効果を与えることができる。ので、まあ、これが、まあ、当て続ければ、相手の移動スピードをどんどん下げながら、こっちはもともとね、移動スピードで追いついて、しばけると。まあ、これがね、まあ強い。で、しばいた後は、この、まあ、仮に負傷してなかったら、負傷状態になって走ると思うんだけど、その人は、一応その、デバフ効果は切れますと。なんか、弁護士の姿なんかすごくない？なんか風船にめり込んでるけど。まあ、一応置いとくか。でですね、で、それで、まあ、この効果なんだけど、何がすごいって、普通攻撃をさ、ピッて押したら止まると思うんだけど、これ、攻撃空振っても止まんないのよ、ずっと。で、止まらずにずっと縛いて、まあ、なんとね、こうやって普通に追いつくことができると。これ何がすごいって、普通押したら止まるじゃん、こうやって。ピタって止まって、この若干の距離の差が空いて、空振りをすればするほどサバイバーとの距離が離れていくと思うんだけど、これがないから、もう一生攻撃ボタン連打しながら、サバイバーに追いつけるんだよね。で、しかもこのデバフのやつを出しながらいけると。で、これビヨーンって出しながら、なかなか当たらんけど。これ結構ラグいから今すごい操作難しいんだけど、普通の端末だったらもっともっと簡単に当たるかなと思います。そんな難しくない。めちゃめちゃ簡単に当たると思います。で、存在感が今マックスになったと。で、存在感マックスになったのが、これがね、一番やばいんですよね、これが。はい。まあ、最初に、紹介したやつ、これがあると思うんだけど、この魂。魂と、これもう一個、繋げる。で、こっから行きますよ。はい。バチバチンと。なんと、衝撃波を発生することができます。で、これに、もちろん、当たり判定あります。当たったサバイバーは1ダメージ当たりますね。この範囲が、まあ、広い。まあ、広いんだけど、設置する時間が結構長いから、さっきから見てもらった通りね。それがね、なかなか難しいんだよね。こうやって設置して、あー、遠かった。これ。PC 版だけなのかな？わかんないけど、遠くに来すぎて、そこ設置できませんよって言われてる間に終わっちゃうみたいな、まあ、こともあるんだけど、まあ、それで投げていくか。まあ、こうやって、さっきみたいな感じ、エネルギー波を設置することもできますと。で、ただし、このエネルギー波めっちゃ範囲広いじゃん。こっからだってさ、どのぐらいだ？もうこのぐらいまで、もっと広いと思うんだけど、やっていけるんだけど、欠点があります。今なんか、しましまの模様があったでしょ？あ、なんか模様と模様の間にいれば、攻撃は当たんないらしい。
なんかちゃんとサバイバーが慣れれば、あのエネルギー波をかわすことも可能だと思います。うん。で、1回のあの音、あの音符につき1回だけ使える感じかな、スキルタイム的に。まあ、こうやって出して、ビヨーンって出したんだけど、サバイバーを慌てずに、これが来たと思ったらこの線と線の隙間にいれば攻撃は当たりません。だからそれをまあ極められちゃったら結構簡単に避けられちゃうのかなって気もしなくはないね。でもう一個弱点があって、ですね、まあこうやって追ってるとするじゃん。でこうやって追ってて、じゃあこことじゃあこっち側に設置して、こうやって設置する時間が結構長いプラス、こうやってさあ行けって思っても自分がこの線を越えちゃうと反対側に行っちゃうんだよね。だから自分といない方向に衝撃波が飛ぶわけだから、ここの線を越えないように、まあ、出したい方向をうまく調整しなきゃ難しいかなっていう感じですね。だからもうこのハンターはすごい強い。一言で言えばめちゃめちゃ強いけど、マジで熟練度は高くないとうまく使えないのかな。まあ、こういうとことかでも、まあ、あっち側にさあらかじめ設置しておいて、ここでもう一発発生みたいな。まあ、こういう戦い方が多分実戦向きな、まあ、当て方なのかなと。で、当てつつ、まあ、その辺が溜まってれば、こうやってどんどん音のね、やつをビヨンビヨンと。ビヨーンと。で、しかも、さっきのやつで与えると、一発分ね、移動スピードが低下した状態で追い始めれるから、まあ、次の一撃分、早めに当てれるのかなと思いますね。うん。まあ、こんな感じのハンターとなっているんですけども、まあ、今、まあ、いろいろじゃあ細かいところをね、見ていこうかと。まあ、これだけ見たら、まあ、めっちゃ強いじゃんと思うと思うんだけど、まあ、実はね、結構デメリットもありまして、まあ、さっき説明した通り、衝撃波の間をすり抜けられたりとか、で、あとは、この、魂を設置するまでの時間がマジで遠ければ遠いほど長いから、当てるのがマジで難しい。ここで当たるかなって思っても結構移動してる間に、このサバイバーも移動しちゃうみたいなこともあるから、2発目の魂は結構自分の近くじゃないと当てるのは難しいと思います。うん。まあ、その辺はほんと泣き虫に似てるかな。攻撃の判定。判定はね、結構出は早いです。まあ、女王とかリッパって結構攻撃の判定がさ、出るの遅くて難しいって方多いと思うんだけど、まあ、このハンターは比較的早いのかな。ピエロほど早くはないけど、まあ、比較的早いかな。で、あとは、まあ、攻撃の判定は、まあ、多分この辺は当たんないかな。うん、ここ当たんない。ここは？あ、ここ当たる。ここが通常攻撃の範囲ですね。で、右利きなので、この辺も当たると。右側ね、めちゃめちゃ範囲広い。だから、板感したくないのになんか、なんかこの、なんかさ、狭い板の間とかだったら弾かれちゃったりとかもするのかな。ちょっと何言ってるか分かんねえな。まあ、こういうとこの読み合いで引き打ちしようと思っても、なんかこうやってさ、バインって弾かれやすいのは多分、これ、このハンターの弱点かな。うまいことをマジで丁寧にやんなきゃ、壁に弾かれやすいっていう気がする。まあ、左右には広い。左が若干狭くて、多分ここは、あ、ここ当たるか。あ、全然広いわ。左右ともとも広いけど、左の方がやや、狭かった気がします。右側が80度ぐらい、左側が70度ぐらいが攻撃判定となっております。で、で最後に言うのであれば、ビリビリの範囲を紹介しようか。まあ、ここでやろうか。じゃあここのここと、ここの木で発生させてどこまで通じるのか。はい、いけ。ビヨーンって言ったらここだね。ちょうど境界の入り口の真ん中だね。ここまで、あそこの柱からここまでの距離感が届く。で、これがまあ、広いんだけど、本当にね、サバイバーの移動スピードも考えなきゃいけないから、まあ、こうやって追ってるとするじゃないですか。ちょっと今、サバイバーがいないんだけど、じゃあ、あそこの板の間に入ろうとしてます。板の間に入りましたって感じで、設置してやっても、こうやって設置して、今、最短で設置して出したけど、結構発動するの遅いの分かるかな。だから多分、今設置してる間に、サバイバーってここをすり抜けて、多分こっち側まで行けちゃう気がするんだよね。ってことも考えなきゃいけないから、結構本当に早め1手先どころか2手先ぐらいまで見なきゃ当てるのは難しいかなって感じがするかな。この魂とかその衝撃波に関しては。で、あとは、デメリットその2、キャンプ中に暗号機妨害がもう本当にこの魂状態にして、まあ、演奏モードにして、もうこれで暗号機にいる人を狙い撃ちするぐらいしか、まあ、することがあんまないと、まあ、っていうのは弱点になるかなと、まあ、思いますね。うん、もうこれ当たれば本当にね、瞑想時間を、あ、瞑想時間言ったっけ？音のデバフを与えるじゃん。で、与えられたサバイバーっていうのは、10秒間、魔女の規制解除するみたいな感じで、瞑想すると解除できます。で、それに、特別な印とかは必要ないです。もう本当に食らったらその場で10秒数えれば解除できますね。うん。で、ただし、近くにサバイバーがいる場合、解除できないんだよね。で、その範囲が24メートル。24メートル以内にサバイバーがいる場合、デバフを解除することはできません。だからそう考えたら結構、離れさせて、解除させて、戻らせるっていう時間があるから、まあ、結果的に20秒ぐらい、一人分の解読を遅くすることはできるのかな、とは思いますね。
じゃああとね、もう一個俺が思ったロマン構成いきますよ。これ犬が割と強いんじゃないかなと思って、あ、ちょっとめっちゃ楽いな。これ今伝わった俺の楽さ。ちょ、引くほど楽いんだけど、これ楽くなかったらもっと簡単にできると思う。本当に楽い。あ、OK、噛めた。で、噛めました。で、俺がやりたいのは、噛んで、止めるじゃん？で、止めた後にこうやってビヨーンって出して、このぐらいかな？で、あ、ダメだ。これ今当たって連続で殴るみたいなことも多分できると思うんだよね。ちょっと俺今ラグすぎて本当にできないんだけど。で、うまいこと多分、近すぎて2個目の魂を自分との近い距離で出したら多分間に合わないと思うんだけど、2個目の魂を自分と距離を離すことによって、魂を飛ばすまでの時間があるじゃん。この飛ばしてる間にサバイバーに近づいて殴るみたいな。ことができれば多分2発同時ヒットできると思います。泣き虫の魂並みなレベルでいけると思うかな。だから犬ワンチャンでその速攻2連打ヒットも狙えるのかなと思います。まあ、結構ロマン構成っちゃロマン構成だけど実用性もあるのかなと思います。まあ、その辺はちょっと軽い端末でやってみなきゃわかんないから、まあ中国版に実装されてからかな特質考えるのは。まあ犬がまあややロマン型で、まあ実際にマジで強いなと思うのは上下でマジで極めて上下プラス瞬間移動、もう自分自身のスキルでこうやって追い込んで、でうまく調整してみたいな、まあ、感じでできるようになれば、まあ、ちゃんと強いのかなと。こうやってね外しちゃうからね、まあ、この辺ができれば強いのかなと思いますね。はい、以上のことを踏まえて総合的な強さ、難易度で言ったら難易度星5段階中5で、強さランキング、強さはまあこれは難しいけど、まあ、めちゃめちゃ強い SS 級に強くなると俺は思ってます。はい、でまあまあまあそんな感じかな。まあ、って言ったのが、まあ、バイオリニストの紹介でございました。まあ、こんな感じで、まあ、またね、中国版にも紹介され、実装されたら使っていこうかなと思うので、ぜひぜひチャンネル登録とお願いいたします。では、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。